お客様うーんどうです、えー、今回はネット系個人事業主3年目である、えー、僕のですね、えー、2020年度の収入公開します、えー。今日ですね、確定申告提出しました e-tax っていうので、あのスマホで、えー、やりました。 僕はマネーフォワードのビジネス、あの、確定申告ソフトで提出したんですよ。だからね、結構簡単だけども、最初ね、e-tax の国税庁ホームページのところからやろうと思っても、なんかね、もう全然わかんないんですよ。やろうと思っても、こっからどうすればいいや、ってことで、あの、一本道じゃないんですよね <laughs>。全然意味わからなかったけど、マネーフォワードっていうサイトからやると、もう一本道で、はい、次はこれ、次はこれ、みたいな <laughs>。穴埋め方式でね、教えてくれてね。いや、これはね、やっぱ有料の、あの、会社の確定 申告ソフトっっててすごいなって思いな思ました皆さんもね、あの、個人入業主になったら、あの、月ね、1000円くらいかって、ちょっと、まあ、1700円から高いんだけど、正直やった方がいいですね。あの、まとめるのも、その分時間減りますから、月1000ちょ、1000円超だったらね、お金払った方がいいと思いました。ってことで、今回は3年過ぎたので、3年目である2020年の確定申告の内容をご紹介しようと思います。まず、2020年の最高利上げは181万円でした。もうめっちゃ、 でかいね <laughs>。びっくりしました。まあ、あの、売上なんでね、利益ではないんですけど、まあ僕の場合はほぼ、この売上が利益みたいな形にもできるので、まあすごい売上です。え正直こんなもらった月があるのかと、まあ僕自身がね、びっくりしました。え複数の、あ、これ月ね、複数の月、月の振り込みが重なったため、まあこのような売上になった月があっただけで、毎月これではないです。毎月これだったら僕の年収2000万超えになっちゃうので、まあそういうわけではないですけど、結構ね、たくさんもらってね、びっくりしました。下手すると僕の 感覚だと181万円あれば普通に1年過ごせますから1ヶ月でそれを稼いだと思ったら,思ったらすごいですねあと2020年の最低の月収は32万円思ったよりまあ,まあまあかなっていう感じですね32万ってね割と普通の月収って考えたら割と悪くないですよね、えー、年末にかけて普通であれば収入伸びるはずだったんだけど、まあ、2020年度のに関しては僕はね落ち込む年となってしまいましたね、えー、さらに2021年度に入ってまだ2ヶ月目なんですけど正直今ね順調ではないですねこの32万円 維持してるような感じですね、えー、純資産はですね正直ね変わってないあんま変化ないですね、えー、2020年度いろいろ物をね買いまくってしまったためまあ本当に資産があんまり変化してない買いまくったのに変化してないっていうのはまあ逆にラッキーなのかもしれないですけどまあユンボとかね機材とか資材とかまあいろいろ旅行とかねあの動画の経費ですね使ったのでね資産はそのままということです、まあ、2021年度はねお金を増やすためのものやとか投資とかもちょっとね手をつけてみようかなって思いました 絶対にやるべきと言われている iDeCo っていうのがあるんですけど iDeCo、まあ、っていうのを使うとなんか投資信託投資なんだけどそこが免税税金かからないってことなんでまあやった方がいいんですよねだからそういうのも僕やってなかったので、まあ、2021年度はそういうのもお金をどんどん使っていってお金を守る使い方をしていこうかなと思いますで今やっててる事業ですすねまままとめてみますとめみ、ま、ずは まあ、ギークインボックスっていうスマホを紹介するチャンネルで。リンゴ大好きソフトっていうスマホ関連のニュースを紹介するチャンネル。あと日常チャンネルですね。今のこのチャンネルですね。あとギークカツっていうガジェットチャンネルですね。でウェブサービス、スマホ博物館っていうのも、えー、今年、まあ、去年か、去年の10月くらいから始めました。で、ブログの、まあ、これら全部の他には、まあ、ブログのアドセンスとか、もしもアフィリエイト、まあ、これもブログのアフィリエイト。で、A、8ネットっていうブログのアフィリエイトに、Amazon、これはブログと YouTube か、YouTube のアフィリエイト。まあ、それら全部合わせて大 2020あこれなんか年が消えてるけど2021年,度ね2021年度の1月は30万円程度に。 なってましただからまあ去年の一番悪い月を頑張って維持してるっていう感じになってますね。その去年のねこの最高売上を見てしまうとわ30万かー低いなーみたいなことに感じてしまいますけど30万って割とそんな悪くないですよね。月収30万だったらさ年収360万でしょまあそんなね悲観するほどではないですよね。まあ普通というか。まあリスク個人事業主っていうリスクを取ってるのにその程度って考えるとちょっとまあ残念ではあるけれど。 まあ普通に平均のの年収くらいよりは上なのかなかまあでもそのくらいですよね大体平均中央値だったらもうちょっと下がるかもしれないけど、まあ、そんなね良くも悪くもないっていう感じだからまあそんな悲観するほどではないかなと思い込んでます、えー、減ったとは思ってるんですけどあとね30万程度の売り上げがあって、まあ、僕の場合は普通ね個人事業主とか会社運営してますって方に関してはまあそこから経費が引かれるのでじゃあ財布に残るのは10万ですみたいな年収じゃあ120万じゃんみたいなそんなことに なななりかねない時、まあ、ビジネスというのがまあよくある普通なんですけど僕の場合は物販ではないんですよ。何かを作って売るわけじゃない。何かを作った場合はその経費、例えばこういったね、じゃあこれを作りますだったら材料費が3000円です。で、商品額が6000円ですだったら3000円しか残らないから結局売上げの半分は経費になっちゃう。材料費ですけどね、材料費になっちゃうってことでなりますけど、僕の場合はまあネット事業なので経費っていうのはまあ基本的にはない。まあ、一応あの動画のネタのためにいろいろ、例えばスマホを買うっていうのも経費ですし、パソコンを買うっていうのも経費で しあとね家のリフォームするっていうのも経費にはなりますね、えー、僕の日常チャンネルはねもう経費のためにとても活躍してる <laughs> チャンネルではありますで例えばねあの没企画でもね経費なんですよねこういった映像をまあ撮ろうかな撮りましたでもちょっとコンテンツとしてのパンチが低いので動画にはしてませんでもね経費ですこれは <laughs> 経費なんですよねだってテレビ番組だってねあの映像として使えない部分ありますよねじゃあその使えない部分は経費にならないかっていうとなるんですよね使い ななくても経費になるそれが映像コンテンツの <laughs> 素晴らしいところ、まあ、YouTuber の素晴らしいところですよね、まあ、つまり経費なんですよ何でもかんでも <laughs> 普通の人は手取りからねあの食費とか副食費旅行費とかを引くことになりますなので、まあ、40万円の収入はあるけど手取りは32万円ですとかそういうのありますよね僕の場合はそのいろいろ使った後が全部の手取りが貯金なんですよもう手取りの金額はもう使わないんですよもう使ってるから経費で使ってますからもう手取りが貯金なんですよ手取りコー貯金 <laughs> いやーいいですよねやっぱ。 って2020年度確定申告を作り始めるのが2021年度に入ってからだったためあのねあんまねコントロールできてませんでした今言った通り本当に本当に2020年度が終わるまでにあやべえ今年あんま使ってないなって ってことであれば、まあ、その年末にかかけててて企業っっさいろいろ金払いよくくくななるって話よく聞くじゃないですかあの年末調整じゃないか年末の,あの予算を使い切れみたいな予算使い切らないとみたいなその予算を使い切るっていうのは僕今年やんなかったんですよだからあの割とね税金がかかっちゃうってうことがね今年2021になってから判明して失敗したなーって思いましただからね本当であれば2020年度中の,あのうちに家のリフォームの材料断熱材とか合板とか とととかか木材を買っておきたいなと思いな思ました、まあ定期的に買いだめはしているんで全く買ってなかったわけじゃないんだけども,うもっと買えばよかったなみたいなもう下手すと100万円分買えばよかったなみたいなそんなね気持ちでもいましたもう100万は言い過ぎか <laughs> まあでも数十万円分買ってもよかったなとは思ってしまいましたねでこの家の家リフォームする場合じゃあ何を 何が経費なのか普通の家はね家リフォームします経費になりませんよねでも僕の場合はこの家がオフィス兼撮影スタジオ兼あの企画企画リフォームをするという企画になりますから経費になりますでも、まあ、僕もでも実際住んでるんでじゃあ100%経費になるかと言いますと100%ではないです、まあ、この家の面積も僕が住んでるエリアっていうのは、まあ、家の面積だけでいうとなんぼだろう,もう4分の1くらいかな4分の1くらいで僕は生活してるんで大体じゃあ4分の1だから75%くらいは経費になるって考えてもいいのかなって思いますね で、えー、2021年度の予想と計画です。えー、2020年度はもうその場か、その行き当たりばったりでね、出てしまいました。まあ、予想以上の、ね、動画がバズってしまい、予想以上にお金が入ってきてしまったんで、ああ、これどうしようかなーみたいな、時間がなかったんですよね、あんまりその辺を考える。だから、まあ、無駄に税金がかかっちゃうってことになったんだけど、まあ、2021年度は失敗をしないためにちゃんと考えておこうと思います。でもしね、終了が、まあ、今以上に下がった場合、 まあ今の基準が30万円だとして、例えばそれがね、10万円とか、まあ5万円とか、可能性は全然ありますから、収入が月収が5万円とかね、なっても、僕は正直ね、貧乏症なのと、節約割と好きなんでね、まあ、正直生きていけちゃうんですよね。あの月の娯楽費ってのは1万円で正直僕足ります。別に何か欲しいとかってないんですよ。ネットであの映画見とかアニメとか YouTube とか、あとなんかあの遊ぶことって全然たくさんありますよね。 で僕の家も,もうなんかいろいろ物落ちてるんでそういうので遊ぶこともできますし1ヶ月家の敷地から出なくても全然僕は不満ないんですよねだからランニングコストを下げて自然の中で楽しむまあ吉田克也さん方式でね生きていくっていうのがもし収入が下がった場合の僕の生き方であらゆる一コストを下げて極限の生活を行ってネット活動を続けてバズるのを虎視眈々と待ち続ける、まあ、これがねまあ割と楽しくて気楽で結構ねこれ幸福度高かったりするんですねこの生き方って収入がね高ければ下がるリスクって恐れるんですけど 収入が下が,下がると上がることの可能性の方が圧倒的に高いので下がるリスクがないんですよね、あんまり。割と気楽。 働いても、ね、あんまお金稼げないので無料で獲得できるようなスキルをつけるのにうってつけの期間になります働くより未来の自分に投資するのがコスパ最強となります、まあ、収入が下がった場合はこういった生き方をしようかなと思っていますでもし収入が、ね、維持した場合ですね、まあ、適度にお金を使った投資を行,なが行いながら今のような生活を継続させます、まあ、定期的にリスクを取るという感じですね、まあ、今のようなっていうのはあの特にいろんな、ね、あのお金を使うわけではなくただまあ千葉県移住も検討しているのでそこはドカンとお金を使うと思うん だけどまあ言っても一度ね小屋を建ててしまえば別にそんな継続して何かに通し続けるってことはそんなないのかなという感じがします。だからまあ それプラスもしね貯金なんかちょっとバズってお金がね入ったってことがあればそのお金を使って何かしら使えるちょっとお金を使う何かを、まあ、企画なり何かをしようかなみたいなふうにはまあいつも考えてはいますねでもしね収入が上がった場合まあ月収100万とかねそういった感じになってしまうと、まあ、お金を使わないとねあの税金がね大部分が国に回収されてしまうんですよだからお金使った方が得なんですよねで所得税で一気に取られるってのもあるんだけどあの健康保険とか年金とか年金 なんかいろんな税金があの収入によって増減するのでそっちも関係してくるんですよ。だから本当に収入 ががめちゃくちゃゃく上がったら使わないととんでもなくお金がね減,ら減ってしまってもったいないなっていうことになってしまいますから、まあ、お金が収入が上がったらとにかくこうたくさんお金を使おうとそれをねやろうと思います、えー、トップのね世界トップの企業アマゾンのジェフ・ベゾス方式ですねこれはアマゾンっていうのは世界トップなのに、まあ、投資をしまくって設備投資とかいろいろしまくって常に赤字を続けてるだから税金を全然払わないと叩かれたりはしていますけどもうこれが正しい方法なんですよね今まで外注というのはほとんど してこなかったのでお金がねもう使い切れなさそうだなと思えばどんどんね外注をしていこうかなとも思っています。今までなんか外注ってさあの時間に対してお金を払うわけだからあんまり僕っていうのはその時間に対してお金を払ったことがないからなんかもったいないなと思っちゃうんですよ。なんかでももったいなくはないんだけどなんかそういった経験がないからさなかなか手が出ない。物を買ったら物が残るから特段な特段っていうか正当だなって思っちゃうんですよね。実際はじゃちゃんと時間も正当なあの対価なんだけどなんかち。 時間を買うっていうのがなかなかなんかん勇気がいる行為だったんですけどもしねあの今後収入が上がったらそういうのにもお金を使っていこうかなと思います、えー、自分が作業しない間にも働いてくれる人にお金を託して大きなリスクを取るということになりますねで共通の項目としてはあの iDeCo とかちょっと他にも何か何個かあるみたいなんだけどそういうのをね確認してお金を守るための賢いお金の投資っていうのかわからないけどやっていこうと思います、えー、FX とかね今一応僕仮想通貨持ってますけどそういった ったのは、ね、あんま。 あの僕、やっぱ苦手でなので、お金、僕ね、お金があんま好きじゃない、好きじゃないというか、興味がないんですよ。お金を手に入れて、置く単位でだったら欲しいんだけど、なんかちょっと増えても、正直、なんか欲しいってものないんですよ。たくさんお金があったら、山とか島とか買いたいなとか、そういうのはあるけど、じゃあ、ジェフ・ベルゾスみたいに世の中を変えるためのでっかい企業を立ち上げるぞみたいな、そこまでの心意気はね、正直ないので、お金があっても使い道がないんですよね。結婚しててななんか教育費に当たたいみたいみ そういったのはあるんですけど、うん、それ別にそこはお金に対していら,いらないので、うん、そんなにそこにお金を増やすことに関してのやる気が出ないので FX とか株とかっていうのはちょっとやらないかなって思います、えー、にまとめますと2018年度はあブログに YouTube に好きなことを発信してお金はないなりに自由でした、えー、視聴者数もね登録者数も少ないのでどうせね大して再生されないからこそあ昨日より再生数が2倍になったぞ3倍になったぞ10倍になったぞみたいなそういったのがねもう目に見て 取れるるよように分かるんですよその倍,倍数はこのまま昨日より増えた昨日より増えたずっと昨日より増えるんですよ最初ってだからねそれはそれで楽しいブログに関しても同じ、えー、2019年度はブログ YouTube ともに成長して視聴者の期待をね背負うようになってしまいました、まあ、これはありがたいことなんですけど自分のやりたいことよりも再生数が取れることを優先されるようになったけれど再生数が伸びるのが楽しくてそれもまた良かったんです、えー、具体的に言うと、まあ、昔の僕の動画ってあの同じ動画を2本上げてたんですよ <laughs> 一つは僕がやりたい 編集の動画もう一つはみんなが好むような編集の動画 <laughs> だから2倍の時間かかったんですよねもうそこまでする気力があったんですよ一つは僕もなんかそのアニメマットみたいなあのキャラクターの声をアニメのキャラクターを入れてあの僕が好きなアニメのキャラクターの声を入れてあの僕が楽しむっていう動画でそれは全然再生されないんだけどまあ普通の編集ちょっとまあ かかしくやっったたた動画ののが伸びたから今のスタイルになったんだけど昔はそういったのを作ってた記録もあったと。<laughs> で、2020年度はブログも停滞して、まあ、停滞っていうのは、まあ、あんまり更新しなくなって、まあ、YouTube の方が時間,あの時間あたりの結果がでかくなったので、YouTube に注力したということですね。えー、しかし、お金を防いでも特に、まあ、使い道がないというか、一応無理やりね、いろいろ買ってみたんですよ。あのここまで収入が高くなったことが今までの時点でなかったので、あじゃあどうせお金貯まってもあの税金で取られちゃうから、 可能な限りまあもう湯水っていうほどでもないけど、まあ、僕の中では結構自由にお金をいろいろ使ってみました本来では買,買わなくていいだろうなって思うものもまあもしかして可能性を買っ,た買ってみてもいいのも可能性があるなって時はまあ普通にポンポンとお金を出した感じですね で実際ね、正直、その、ほとんどがね、買わなくてよかったなーって思うものばかりでした。やっぱね、お金ってね、使い方難しいですね、えー。本当に適当に使うとね、ほとんどがね、いい感じで使えないなってことが分かりちゃんとね、考えてね、投資しなければいけないなって勉強になりました。えー、さらに、視聴者の求める動画と、僕の、僕が継続できる動画のスタイルにズレが生じてしまってね、動画投稿の頻度とか、まあ、僕のやる気自身も失われていったということですね。えー、2021年はスマホ博物館に中心に頑張ろうと思います。えー 僕はね、YouTube 好きなんだけど、毎日誰かをね、笑わせ続けるような映像制作や作るスキルも熱量もね、ないことが判明してました。え日々、コツコツとスマホ博物館の作業を行って、コツコツとリンゴ大好きに速報で,でニュースを投稿して、たまにギーク、インボックスでスマホレビュー動画を投稿する。まあ、そんな日々にしていこうと思います。まあ、言っても僕はね、あの陰キャなんですよね。そんなね、あのウェイ、ウェイ系じゃないんですよ、僕は。陰キャだから、そんなね、 あの走り回って他人を笑わせ続けるっていうのはまあちょっと苦手だなっていうのをねやっぱ最新回実感しましたね。えでツイッターにこういった声いただきました「最近冒頭の茶番がなくて寂しいですあれを楽しみに毎回見ていたので復活してほしいです」いやーこれはねあの僕自身もね面白い茶番をね作れた時はね本当に「わあこれは面白いぞいい出来だいい作品を作れた」ってね自画自賛してね投稿してたんだけどうーんちょっとねその茶番は復活させても いいかなと思うんだけどただ単純にあのー、走り回る動画、えー、ハイテンションで大声で走り回る動画っていうのは正直ね僕僕自身が幼稚であの安直で客観的に見てしょうもないなって思ってしまっているんですよだってさまず大声っていうのはもう誰でも思いつく笑いというか簡単な原始的な笑いじゃないですか。わーみたい <laughs> で次走り回るでしょ原始的ですよ。わあわあわあ <laughs> 走り回るそういう映像コンテンツが,が好きっていう人のあの気持ちは分かるんですけど僕自身がそういうコンテンツはまあ見ないんですよね。でヒカキンの動画はねたまに見るんだけどそれはヒカキンの動画は面白いから見るというかプロ,コンプロ意識を見に行ってるんですよ。ああのいやヒカキンすげななななななって僕はヒカキンれないいなみたいあんな あんなプロ意識を持ってあの動画あの本気でなんか体を表現してる人ってすごいなって思いに見に行ってんだけどまあそこまでは作れないかなって僕はね思いましたでね、まあ、僕自身はそういうコンテンツを見ないのに自分で作るっていう何か矛盾を抱えたまま作り続けるっていうのはまあ、この先ねまああと12年続けられるかもしんないけどそれ以降は続けられないんじゃないかなって思うんですよ 先が見据えてることをね、うん、自分を騙してやり続けるのって結局それサラリーマンと同じだよなとか思いながらまあだからまあやる気が失われていっちゃうわけですよね、まあ、一応需要ありありたぬきち欲しいハイテンションでお客様は連呼しながら打たれる茶番好きまあうーんまあ僕の気が向いたら復活はしようかなと別に絶対やらないって話ではないのでまあ僕の気が向いたら まぜ毎回やる必要はないかなと思うんですよね。やっぱ毎回やると飽きちゃうっていうのもありますし、うんまあ、たまに復活する程度でいいのかなみたいなコンテンツの <laughs>。 あのなんだろうメモ一つのネタ一つのネタの一つとして数ヶ月に一回登場すればいいのかなって感じには思ってますでやっぱり面白いコンテンツを作り取って本当にそのコンテンツが好きだからなんだと思うんですよで宮崎駿はねア,アニメーションが大好きで古代兵器とか自然が大好きなんですよねでそれゆえに、ね、ラピュタとかトトロのような素晴らしい物語とアニメーションを作り出すことができたんですよでみな宮崎駿がね過去に言ったね、まあ、コメントというかあの対談の中でああこういう 宮崎駿って虫みたいなさ乗り物よく作るじゃないですか4本の羽をさ羽ばたかせてさ飛ばす虫みたいなロボットで昔ねラピュータを作る前かの対談見たいのでぜひこのニソプタニソプタんオオニソプタっていうのがあるんですよこれ鳥の羽をモチーフにさせて動かす飛行物体オオニソプターで昔宮崎駿が僕はオオニソプターのアニメーションが撮りたいんですみたいな もう取りたくて撮りたくてだから誰か僕に出資をしてください。それが商業的に売れるかは分かりませんけど見てくれた人全員を感動させて絶対に面白いと言わせる作品は作れますと。商業的に生活するかわからないけど少なくとも見てくれた人全員が満足できる作品は私は作りますともう断言してた対談があるんですよね。 やっぱね好きな人っていうのはねそういう心意気を持ってね作っているわけですよだから僕は目の前にある小さなお金を目指して歩んでいくんじゃなくてやっぱその先にある自分がやりたいものをやり続けるっていうのをやっぱ念頭から忘れないでねやり続けた方がね、まあ、将来の50歳の僕にとってはいいことなんじゃないかなってね思うんですよ。 好きじゃないのにその業界でね、トップを走り続けることはできないと思います、えー。最近見たね、進撃の巨人と僕がね、走り回る映像はなんだか似てるなーって思って、僕はね、進撃の巨人がすごい面白いなと思って、 たんですよね、なんだか似てる気もするけどそれって好きってことなんじゃないかなって今ね僕は走り回って大声出すとか嫌いだとかそんな幼稚なことをやってられっかって言ったすぐそ,その後にあれでもこれ「進撃の巨人」と似てて僕は進撃の巨人が好きだから、うん、別にじゃあ好きなんじゃないかっていうね矛盾がまた出てきてしまったわけですよもしかするとね大声で走り回るという声は実は高等なテクニックが必要で安直でも幼稚でもないのかもしれないなともね思ってしまいましたえ例えばネットで有名なシンテイルっていう街中で で大声を出す迷惑系韓国人 YouTuber が、ねまあ、昔から有名でいるんですけど大声で走り回るという芸の延長症状にね、まあ、彼はね僕のこう走り回るその延長,延長線上にこのシン・テールという人がいるんじゃないかなと、まあ、どういう映像かと言いますとこういう街中のね大声を出して迷惑行為をするという電車の中でねあの大声を出すと、まあ、よく言いますよねツイッターとかでも流れてくるそういったことをあのやると。 これおもちゃの、ベビーカーカを街中で大声出しながら、うん、走ら走せるっていう <laughs> こ,のこれが僕のその大声で走れ回る最上位位に位置する <laughs> レベル100がこれなんじゃないかって思ったんですけど、じゃあ僕が彼のような声ができるのか自問自答してみたんですけど、まあ無理だなという結論に達しました。まあ理由はね、街中で大声を出すという勇気はまず、まあそれだけなら、 1> まあ1回だったらねできそうなんですけど、その後に待ち受けている罵倒とか、事情聴取、警察官からの事情聴取、そしてそこで勝ち取った再生数を維持しなきゃいけませんから、迷惑行為を続けるということになりかねません。それは僕にはねちょっとできないなということですね。1回で、じゃあ1億円くれるってなったら、もう全然余裕でやるんだけど、1回やったら5万円あげます、じゃあそれを続けてくださいとなっちゃうと、いやー、きっと。 ちななってなりますよね、えー、となるとやっぱ僕は声のでかせや変な行動をして笑わせるという行為から脱却した方がいいんじゃないかと結論付けましたで僕の動画の中ではまあなんか大声じゃなくてなんかちょっとネタ的な、まあ、銃を突きつけられる時の演技をしてあの銃は実際の,あのどっかの動画から拝借した映像コンテンツを切り取って貼り付けてやってる。 やっったたとかもあったんですすけど、まあ、そういういいいいののがかなって思いますね、えー、で僕はね僕はどこを向かえばいいのか、えー、例えばねあの一つの案として同じスマートフォンを紹介するというジャンルで YouTube 動画投稿してる実録娘のスマホ格安スマホ活用づというチャンネルがあるんですけど こちらのチャンネルはもうひたすら動画の流れはね、あのー、まあほぼ同じでお笑いとかなくてスマートフォンとスペックをね、えー、淡々と教えてくれる、まあ、スマホを選びをするなら僕のチャンネル見るよりこっちの方がいいんですよだって僕の方はちょっと変なお笑いとか無理ななんかおかしなことをしだすので邪魔なんですよスマホを選びするときに僕のチャンネルを見るとちょっといやそんなこと言うからちゃんと検証紹介しろよって話になっちゃうんですけどこっちはちゃんと紹介してくれますから、まあ、スラホ選びするんだったらこっちの方がいいんですよねじゃあ 僕はなぜそういうことをしているのかというと、じゃあみんな四六時中365日スマホ選んでるかって話なんですよ。一回スマホを選んだらもう次のスマホを選ぶのは2年後なんですよね。じゃあ2年後に1回しか見ないチャンネルを作るよりも、まあ、別に選ばないけどちょっと楽しいから見ようかなってチャンネルの方が伸びやすいかなって思って僕はやってるんですけど、まあ、あとは僕はお笑いが好きだから、まあ、笑わせたいっていう。 気持ちもありますで1つあたりこのチャンネルに関しては約1万再生程度で投稿頻度はとても高いのでそ,の、まあ、そこは別に低いわけじゃないんだけど1万再生程度だけど。 投稿頻度でカバーしてるっていうことですね。だからおそらく動画のスタイルね、いつも決まってるので、多分流れ作業でやってると思うんですよね。まあ次はここか、次はこの検証、次はこの検証ってもうフローチャートがあって、その順番、まあ、チェック、あ、これやった、これやった、これやったみたいな、本当は仕事としてやってるなーっていう感じは受け取れます。まあ、僕もそういう風にやった方がいいんだろうけど、そうやるかー、まあ、昔なんかそんなことやってたような気がするんだけど、なんかそうやるか、ね。それやってそこの YouTube にもうなんか、うん、お笑いのメなんだろうネタ帳みたいのでよし今回はこのネタを入れる今回はこのネタを入れるみたいな感じで作った方がいいか <laughs> ねいつもなんか台本作れって言っときながらうん、なんかそれだと毎回同じスタイルだからみんな飽き飽きしちゃうんじゃないかとか思いながら僕も動画を作るのも飽き飽きしちゃうんじゃないかとか思いながらでも今回はどういう動画を作ればいいんだろうかっていつも迷ってるからねそういうのを作った方がいいね。 うん、フ,ロフローチャートっていうのかな、なんか作業リスト作業リスト作るかちょっとね、この後動画作るわ作ってここに載せるわ。<laughs> はいで、このスタイルでね、投稿せれば正直楽だと思うんですよ悩まずにいはいじゃあ次これね、次これねだから今言った通りですよねで、まあ僕はね、これで投稿して疑問視これ僕が投稿しなくてもこの方がやってるから僕やなくていいじゃんっていう話だからでもまあ僕もその中に小さなおあれを取り入れるっていうスタイルで。 やろうかなと思いますで2020年度は体を使って安直なお笑い動画を作りました。これはこれでね僕の経験として、えー、役だったですね。役だったと思い込んで、2021年は動画編集技術を上げようと思いました。アフターエフェクツなどですね使った高度な映像技術を取り入れて、自己満足度の高い面白い映像を作りたいなーって、まあ昔から思ってるんだけど、実際あのー、難しいんですよね。時間がかかるんですよ、アフターエフェクツとか、もうこういうのをやり始めると。 だからやってこなかったんだけど、まあそろそろやろうかなということですね。あと、フォトショップの技術もね、あげたいなと思いました。僕もサムネイルを作る程度にしかフォトショップは使わないので、技術は全くないから、もう一からフォトショップの使い方とか学んでね、あの、やっていこうかなって思いました。ということで、ね、まあなんか2021年も休めそうにないなってね、ちょっとなんか思います。えー、2021年はね、千葉にね、土地を買って <laughs> 小さい小屋もね、作る予定なんですよ。そうなると、土地を買って小屋を建てるとなると、 まあすもう猛烈に頑張っても1ヶ月から2ヶ月はそれに費やすので1年のもう 2, 2月だからさあと 8, ん8ヶ月くらいしかないのかな8ヶ月くらいしかないから <laughs> 大丈夫か時間あるのかって話になっちゃうんだけどさ果たして僕はどこまでできるんでしょうかね一応まとめますとね早く2億円稼いで無人島を買ってね自給自足生活したいです僕は <laughs> 早くそういう生活をしたいで一応ねあの2021年度は、まあ、僕の母親と 父親をあの一応仲間に引き入れて <laughs> いろんな作業をねお願いしてたりするのであのそうするとね、まあ、経費にもなるんですよね <laughs> 父親はちょっと働いただけるけどあの仕事してるから母親はね特に働いてないから、まあ、母親を雇ってそこにねお給料を出してね経費としてお渡しして賢くね2021年を頑張ってねいこうと思いますじゃあねこれからもよろしくお願いします